アハンドのトップスピンやっていきます。はい、トップスピンというのはボールが落ちてく方のね回転になっていきますね。回転かかって落ちるとね、やっぱネット越えてコートに入れなきゃってスポーツなので、回転を入れるととても入りやすくなります。でそのためにトップスピンを使ってボールを安定させましょう。はい、で、いつも通り体のターンで準備してもらって、この時にラケットヘッドを落としていきたいんですけど、この時にあんまりこうラケットの面が上向きになるように落としちゃうとちょっとこう、ね、面が開いていっちゃうので、ラケットフェースね、このラケットフェースです、ラケットフェースが少しこう下、ね、ラケット面が少し下に向くように下ろしてあげればラケットヘッドがしっかり落ちてくれます。で、そのまま伏せた面がこう置きながらボールに入っていく、ね、要するにこうボールに対して下からこう上に入っていくような形で、ボール捉えてあげて、でそこからラケットがそのまま下から入ってきたから素直にこう上に抜けていけば、それでトップスピンになります。結構勘違いしがちなのはこうやってかぶせて当てちゃう、これかぶせて当てるとボール普通に下行っちゃうんで、ね、かぶせてなるべく当てないように、ね、スピンでも、ね、伏せたとこから面を起こしてまっすぐ当てる、ね、この後そのまま上にこうラケットのヘッドね、これが上がっていくようにすればスピンに、ね、なっていきますから、まあ、それちょっとシンプルなポイントをね、意識しながらやってみてください。じゃあ実際にまたボールね打っていきます。もっと細かく言うと、準備した後いつヘッドを落としていくのかっていうのは、だいたいボールがバウンドした時ぐらいに合わせて落としてスイングしていくと、やりやすいです。バウンドしたら落とす、バウンドしたらもう落とす、